どうもコンサコーサコリッチです。さあ今回はラブプラスでございまして、高根真中ちゃんとねついにお付き合いすることになりまして、チッスの方をねチッスの方をしたわけでございます。まあそこからどういう日常生活になっていくのか、またねやっていきたいと思います。チッスなんですよね。セコリッチTVさあ進めていきたいと思うんですが、これ今ねデートっていうのを押せとなってるんですよ。これがねどういうことなのかちょっとドキドキしますけども、やっていきましょう。よいしょ。デートスポット、デートではデートスポットを選んで彼女と様々なシチュエーション、ほうほうほう、対象のスポットチャレンジを進めることができます。デートスポットを押してデートの行き先を決めてねと。まずは新十和の、はい、おお、噴水公園いいですね。行きましょう。今日はいよいよ高根と初デートだ。まあ初じゃないけどね、うん、3回目よ言っても。ちょっと緊張するけどいいところ見せないとな。確かに。よし、しっかりデートプランを考えていくぞ。あらまあ、かわいらしい。ちーくん。ちーくんになってる、そういえばそうだった。ちーくん。時間ぴったりだね。たかね、あ、その服。これ。あら。あららら。似合ってる。プレゼントしたやつだ。うん、すごくいいと思う。よかった、ありがとう、嬉しい。いえいえいえ、こんなにスカートが短かったのね。本当に可愛いな。やだ、そんなにじっくり見ないで。うん、でさえ緊張してるのに。いや、こっちも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 。あ、ごめん。よし、ここはトークで場を盛り上げるぞ。いったれい。デートコマンド。高根って自分に合ったおしゃれしてるよな。そうかな、どういうところが。え、やっぱり清潔感かな。そんなの当たり前でしょ、あなただって。何、ちょうだいちょうだいちょうだい。うわっ、なんじゃこれ。LP が少し溜まったと。なるほどね。うわっすごい、静岡のレンゲジ池公園みたい。何これ、めっちゃ楽しんでるやん。どうしたん、くねくねすな。あ、マナカって呼んでることやろ。え、はい。はあ、どんな気持ちだった。もうびっくりさせ
ないで。でも今のってちょっと新婚さんみたいだね。お、行き過ぎじゃね。新婚さん、いい響きだ。お、わかった。おしゃべりしてたら緊張がどこかに行っちゃったみたい。いいね、いいですよ。でももうこんな時間になっちゃった。こういう時って時間経つの早いんですよね。わかるよ。うん、そうだな。家族を心配させちゃ悪いし、そろそろ帰ろうか。え、あら、うん、そうだね。残念だけど帰りたくなさそうな感じになったよ、今高根ちゃん。え？今日は本当にありがとう。私、笑いすぎちゃったかも。いや、ちょっとサコリッチ面白かったですって。ははは、僕もだよ。うん、次も楽しみだな。あ、何また？ん？何？どうしよう。何？どうした？え？今ね、これからのことを考えてたの。二人でいろんな場所に行って、いろんなことを経験して、おー、何でも二人でできるって思ったら、うん、ドキドキが止まらなくなっちゃって。やかましまい。なんだよこの子は。そんなこと言うかね。普通高ね。私今日のこと一生忘れないと思う。ちーくん、ちーくん、うん、これからもよろしくお願いします。こちらこそ。うん、こちらこそ。じゃあ、またね。はい、またね。ありがとう。なるほど、なるほどね。来た。カラオケ行きましょうか。わ、何これ。あら、みんなの前で歌うのってちょっと緊張するよね。まあ確かにな。みんな野菜だと思えばいいよ。いや、それはセンスないでしょう。まあこれはまなかちゃんに寄り添うということで、僕も苦手だな。じゃあ練習しない？あ、あのカラオケとか。あ、いいじゃん。うん、いいね、いいですよ。はい、来ましたよ。18番を増やそう。さあ行きましょう。またこれかい。早く高根ちゃんに合わせてくれよ。いいんだよこれは。もういいじゃねえかよ、合わせてくれたら。いつ会えるんだよ。 OK。 おはよう、待ってたよ。あら、待ってくれてたの朝。おはよう高根。僕待ちだった？おいおい、ちょっと
リチー君もちょっと調子に乗ってきているね、これは。うん、二人で投稿した方が楽しいでしょ。まあ確かにな。そっか、よし出発。おい、おいいね、もう後から来ておいて。くそ、リア充じゃねえかよ。あ、ごめんなさい、メール、ママから。機械的なメール音。なんだって？頼めたのと、うん、隣の人によろしくだって言っておる。もうすでに隣の人って僕？私の隣の人はあなた以外にいません。くー、その言い方やめて。でも今メール見てなかったけどね、あなた。そうだよな。うん、前はね、早く帰ってきなさいとか、今どこなのとか、そういうことばかりだったの。でもね、あなたと付き合いを始めてから安心してるみたい。なるほど、そういうパティーンもあるのね。まあ、まなかちゃんのお母さんもそれを経てですからね。そうか、ならば期待に応えましょう。ならばよろしくお願いします。お、なんやこのやりとりよならばカップルしっかりと送り届けますよ、お母さん。やかましは。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。